皆さんこんにちは、朝健康チャンネルのマリナです。本日は皆さんに重大な宣言をしたいと思います。その宣言の内容は、私滝脇マリナは2020年11月にフルマラソンに挑戦します。というわけで、いや何どうしたどうしたマラソンっぽう思った方もいると思うんですけども、これね、私前動画で宣言してたんですよ。30歳今年フルマラソン挑戦しますって。去年の12月かな、30歳を迎えたタイミングで今年の目標、30歳の目標っていう動画を1本出してるんですけど、その時にですね、言ったんですよ。私は言ってしまったのだ。でなんで当時この目標を立ててたかって言いますと、やっぱりね、30歳っていうある意味節目のね、年を迎える中で、何かこう自分の中でやりきったなって思うことをしたいなって思ってたんですよ。ぶっちゃけやるものっていうのはマラソンじゃなくても何でもよかったんですけど、私としてはかっちり数字の目標があるもの、 42.195キロっていうものだとか、あと私すっごい継続力がない人間で、継続が本当に課題なんですけど、もう私の弱みでもある継続力っていうのをね、どうにか改善するために、まあ日々ねコツコツやるものがないかなっていうので、マラソンに挑戦するっていうことを宣言しておりました。ちなみに完全未経験だってね、自分としての目標っていうのを立ててたところなんですけども、なんとね、そんな宣言をしておりましたら、皆さんもご存知のあのピップエレキ版の会社さん、のピップさんがサポートしているマラソンチームのなんとアンバサダーに就任させていただきました。超びっくり。マラソンチームのアンバサダーって何ぞやって思うかもしれないんですけども、このピップ株式会社さんがチームプロフィッツっていうマラソンチームを組んでるんですね。でこのチームプロフィッツっていうのが、私みたいにマラソン初心者の方だとか、あとは走ったことある方向けに各自ね、目標を達成できるようにサポートしてくれるチームなんです。しかもこのね、チームプロフィッツのすごいところは、あの青山学院大学の陸上部、箱根駅伝といえばのあの陸上部ですよ。その青学陸上部の長距離ブロックの監督の原進監督が、このチームプロフィッツっていうグループのなんと監督についてくださってるんでございます。やっぱりこれは絶対走り切らないといけないやつ。まあそんな感じでですね、本当にこのチームプロフィッツ、めちゃくちゃ手厚いサポートを受けながら、みんなでマラソンを完走しようっていうね、チームでございます。いや本当にありがたいよ。なんかさ、自分一人じゃできないなって思ってたし、何からやったらいいんだろうっていう感じだったんですけども、プロ監修のもと、滝脇マリナ30歳マラソンに初挑戦します。でこの動画では皆さんにね、じゃあ11月まで私がね、どんな感じでね、やったことも走ったこともない私が練習していくんだっていうのをね、皆さんに宣言も含めてね、ちょっと経過報告をしたいなと思っております。このチームプロフィッツ20人くらいね、参加メンバーがいるんですけども、本当はみんなで集まって一緒に合同練習っていう企画だったんですけども、やっぱりコロナの関係でそれができないっていうことで、こちらのような感じでオンライン練習会っていうのをやってます。でついこの間もこれやったんですけど、今って便利よね。もうズームで繋いで20人とか30人とかでみんなで運動できたりとかするの、めっちゃ便利な世の中。で私もね、長距離走るの初めてなんで、なんか走り方のポイントだとか、そういったところを専門の方々にリアルタイムで教えてもらったりしました。ちなみにめっちゃ恐縮なんですけど、ウォーミングアップでね、みんなが大好きハンドクラップを踊らせていただいたりなんかして、もうこれもね、めちゃくちゃ楽しかったです。オンライン練習会の時にね、いろいろ走り方のコツだとか、怪我をしない方法だとか、ストレッチャーとか教えてもらったんですけどね、特にね、このサポーター、これがね、本当に私みたいな初心者ランナーの方だとか、運動中にちょっと膝が痛むわっていう人にね、非常におすすめです。これ何かっていうとね、こんな感じでね、膝にめちゃくちゃピタッとフィットする関節とかね、筋肉を守るためのサポーターになってます。でこれ何かっていうと、今なんかコロナの影響で外走ったりだとか、ジムとか行かずに自分で運動する人とかも増えてると思うんですけども、膝がいてててててってなっていたりとかするじゃないですか。私もやっぱり長距離走るのが初めてなんで、膝めっちゃ不安なんですよ。いつも踊ってるやんけって思われるかもしれないですけど、走んのと踊んのまた違うんですよね。でそうやって自分で走ったりだとかするときに、この膝のサポーターをつけてやることで、膝の痛みを軽減したりだとか、負担を軽減するっていうものです。正直私、こういうサポーターとかつけてね、運動することがなかったので、どんな感じなんだろうって思ってたんですけど、ね、めっちゃ薄い。こういうのってむぎゅっとしててきつそうみたいなイメージがあったんだけど、これはね、すっごい薄くて強い。こういうサポートする商品とかって、なんかずれ落ちそうだし、なんかごつそうだしみたいな感じで思ってたんだけど、すんごい薄いの。伝わるかしら、この薄さ。 0.6 ミリとかしかないらしくって、ちょっと伝わるかわかんないけど、なんか伸ばしたら指透けちゃうくらい薄いんですよ。そうだからね、全然ね、ごつい感じがしない。あと個人的な感想なんですけど、これなんか 3D 動体解析技術っていう、なんかちょっと難しい 3D の加工がされてるらしくって、なんか心なしかね、やっぱり膝が曲げやすいんですよ。これがあ
ると私みたいな初心者でもね、マラソンちょっと頑張れるかもって思います。ぜひですね、私と同じように最近自分でランニング始めたよっていう方だとか、あと膝に不安がある方はぜひ、近くの薬局とかでね、普通に売ってるので見てみてください。私は今ね、161センチで M サイズを履いてるんですけど、サイズもいろいろあるみたいなので、サイズもチェックしてみてよかったら試してみてください。で、この私が今ね、日々使用している、プロフィッツサポーター膝用。これをね、なんと今抽選でもらえるキャンペーンも実施してますので、ぜひ概要欄の方を見てください。で、私含めね、チームプロフィッツ、まあ、20人のメンバーがどうね、マラソンについて頑張ってるかっていうのもね、進歩状況も掲載してありますので、よかったらご覧ください。最後の最後にね、私この動画を通じて皆さんに一個伝えたいなって思うことがあって、今この世の中が不安定な時期だからこそ、数字のある明確な目標に取り組んでみませんかっていう、まあ、ご提案というか考えというか、そんな感じです。っていうのはね、ほんと最近、まあ、このマラソンに取り組んでみようっていうのを言い始めた時から、すごく思ってるんですけど、なんか今やっぱり世の中がすごく不安定じゃないですか。やっぱりコロナの影響があって、世の中的にもこう、なんていうか、なかなか終わりが見えない、区切りのつかない状況が多いと思うんですよ。でもその中でね、どうやって自分自身はこう前向きに生きたりだとか、何かバシッと数字を決めるとか、いつまでにこれは私はやりきってやるんじゃんみたいな、なんかそういう目標をつけるのって私今だからこそ絶対いると思うんですよ。それが私の場合はマラソンっていうのを今年の最初に決めてたのでマラソンにしたんですけど、別にマラソンじゃなくてもいいと思うんですよ。例えばそれがダイエットで何キロ痩せるとかでもいいし、まあ英語の勉強して何単語覚えるぞとかでもいいかもしれないし、会社のこのプロジェクトでこんだけ数字出すぞとかでもいいと思うんですけど、本当なんでもいい。なんでもいいんですけど、日々没頭できる目標っていうのを立てませんか？私としてはそういう明確な目標っていうのが、こう、日々の不安定な中での、なんか一つの道しるべになると思うんですよ。人って私もそうなんですけど、なんか、やっぱなんかに没頭してる時って、いい意味で周りが見えなくなって、集中するんですよね。そう、で、そのフェーズに入っちゃったら結構ね、もう走っていくだけみたいな、やるだけみたいな感じじゃないですけど、明るくポジティブにこれからも過ごすために、何かせっかくなので、皆さんも一個これだけはやろうみたいな目標を立ててみたらいかがでしょうか。で、私は私で11月のマラソン完走を目指して本当に頑張るので、よかったらコメント欄の方に皆さんが挑戦したい目標だとか、あ、私もこれやってみようって思ったことだとかをぜひたくさんコメント欄に書いてみてください。それを見てね、私もあ、なんかいろいろ頑張ろうって思うし、他の人が見た時に、あ、こんなに頑張ってる人がいるんだったらなんか私もやってみようかなみたいな感じで思ってくれたらめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです。なのでぜひコメント欄に皆さんがやってみたい目標、何でもいいのでちょっと書いてみてください。目標は違えど、私は皆さんとマリトモさんと一緒に今年をね、頑張っていきたいなと思います。よろしく。今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。11月私がマラソン完走するまでぜひお見届けください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。